アイドルグループ、乃木坂46の山下瑞希とハイの鈴木と氏が W 主演を務めるテレビ東京ドラマレミア23さらばかき日毎週月曜日と11時6分の第7話がきう24日に放送される放送に先立ってあらすじ場面写真が公開された原作は綾野雪名義発表した 日だまりが聞こえるで話題を読ん赤ネ戦士の同盟漫画。地方都市に引っ越してた、他、主人公の広瀬明、山下と広瀬慶一、鈴木は、新た、夫婦として、仲睦まじく穏やかに生活をす。が、実は兄弟。秘密を抱えた二人を取り巻く様。マナ人間関係を描く。慶一は、夏祭り会場で明、はぐれてしまった。明を見つけられず、 家に来ると明はすでに布団の中にいた。翌朝、桂はじめが来ると明はおらず、家に帰ると書かれたメモだが残っていた。その頃、広瀬直美、小沢魔珠、森玉木、加藤小夏のバイト先を訪れ、明の居場を訪ねるが、話の途中に突然倒れて入院すことに。そのことを知った明は、母との時間をご支選択をする。一方、牧島つ 伊藤朝日和服への転勤が決まる。